to Ding Ding's forehand. Very curious. It looks like reverse. Let's see. And that's actually what I was thinking might happen. A little bit more backspin on it. Less of the topspin. A change of pace there from Ding Ding on the serve. Mima Ito handles well, stays in control. Love how she swats. 今度はミート打ち、回転をかけない打ち、ここは強打、はい、今度はフォアでも今のスマッシュ、はい、離れたところから試合を見ているんですが、はい、そこまで声が届いてきます。そうですよね。打っていった、ナイスボール、クロス決めました。あ、宮崎さん、もう一本一本この2人の声ですね、一本一本立ち上がってね。あの石野さん、現役時代を思い出してですね、はい、戦っていながら背中の方から声っていうのはやっぱりたくさん聞こえて自信になる。第5ゲームポイントです。そっか、バックに集めてこのストレート脅威、ナイスクロスフォアハンド決めた。第3ゲームは11対5。さあ伊藤美誠乗ってきました。強打決まった。さあこれで12対2、ポイント差つけた方がこのゲーム、この試合の勝利。ロングサーブ、またペソツクロングサーブだ。よし、ね、ナイスボール。ここで来た得意のミマパンチ。そしてマッチポイント、伊藤美誠。全員グループリーグ首位通過、結局は合同チームという形になったんですけれども、その首位通過というのは2006年のブレーメン大会以来12年ぶり。その立役者になったのがこのチョンギンです。バックハンド決まりました。この伊藤美誠のバックドライブ素晴らしいですね、これバック面が表ソフトといって、はい、あんまり回転のかからない。今度は伊藤レシーブです。おさえた、美誠パンチ出ましたね。早い段階で出ました美誠パンチ。本人もこれが出れば調子がいいんですと言っていました。いいコースでしたね、ストレートですね。あんな押し込むようにね、よく打てるよね。1ゲーム目は入れてるだけ、はい、2ゲーム目は長い次に、ね、変わってきてるということですね。入れるだけではこの伊藤のバックハンドの餌食になるということでしょうか。はい、ナイスボール、あー素晴らしい。ここは早い打点のバックハンド、逆チキータでいく、そして強打、ナイスボール、見事にストレート抜いてきました。今回はこのチョン・ジヒが帰化規定の期限が切れまして、初めて出場、エース的な活躍を見せています。ナイスボール、平野さん、すごい角度でした。いや、もう本当に今大会非常にフットワークがいいんですよね、かなり厳しいコースだったんですけど、しっかり足を動かしていいコース打ちましたね。はい、とってはこのゲーム一気に行きたい。回り込んだ、ナイスボール、もうバックへの長いロン。3ゲームは接戦です。叩く、ナイスボール、素晴らしいスマッシュ。そしてまたチョン・ジヒはサーブの位置はこの位置、真ん中です。さあ頑張れ、バカド、ナイスボール、持ち上げる、早い、いいですよ。ここはライジングで打ち抜いていきました、はい、今のはいいです ね、 ですね、最後スマッシュでしたね、はい、連続ミスが少なくてスマッシュが打てるのがとにかく強いですと、そう話しました。今度は角度のあるフォアハンドドライブ、はい、強打、これも体を倒しながらのスマッシュが決まりました。 いいですね、いや、このコース非常によく決まってますね、はい、今フォア側に打つボールですね、下がってますから短いサーブの方がいいかもしれませんね。そうですね、強打、レンズボール、さあこれで伊藤9対7、いやー、平野さん、早いタイミングでの連続攻撃、そうですね、しかも連続で、まあ、フォア側をついてきそうですね。あ、なるほどね、はい、各選手が言うのは中国選手の特徴として、なんといっても回転量が多いということです。すごいラリーだ、決まった、伊藤最後は台についてのバックハンド、こんな速いラリーありますか、いやすごい、すごいですね、ノータッチでしたからね、
互いにそのスピード、日本の伊藤、自分の持てる全ての技術とそして気持ちをこの中国にぶつけています。強打強打、決めました。よし、よし、ラジボール帰ってくるならもう一球多く返す、その伊藤の気持ちが出ました。最後よく拾いました。すごいですね、この最後のボールの角度が、はい、すごいですね。まさに相手が届かないところ、いやすごいレベルです、はい、さあここ一本ロングサーブ、よっしゃ、叩きつけるようなスマッシュが決まりました。よし、よし、今度はフォアハンド。Beautiful shot, way out wide and bending still. Five, two. Four, five.
that or any variation in between. Beautiful backhand out to the wide forehand corner, and at the first towel break, Mima Ito finishes that shot. The racket recoils so quickly. Oh man, where is she gonna go? How can people be so stingy? She's like a scorpion here, just snaps in. Ball gone. Game three, Chung Yi-Ching to start with the serve. I mean, I'm just sitting here shaking my head in disbelief.2-4. Seven. Love one. Three, six. Four, nine. Four love.